インリーチ衛星通信機はイリジウム衛星ネットワークに接続することで簡単にテキストメッセージを送信することができます。新発売のインリーチメッセンジャープラスはそれ以上のことができます。ガーミンメッセンジャーアプリを使用する場合は写真または音声メッセージを送信することもできます。ガーミンメッセンジャーアプリを所持していない人に音声や写真のメッセージを送信する場合、アプリへの招待状が届きメッセージを確認することができます。はじめにガーミンメッセンジャーアプリを開きます。次に下部にあるメッセージタブを選択します。鉛筆のアイコンを選択してメッセージの作成を開始します。右上のプラスアイコンを選択します。いずれかの連絡先を選択したり電話番号を入力したりすることができます。これでメッセージの入力ができますが、このビデオでは他のメッセージタイプを送信します。左下のプラスアイコンを選択します。他にも3つのメッセージタイプがあります。まずは音声メッセージから始めます。アプリの使用中に許可を選択し、メッセンジャーアプリで音声を録音できるようにすると録音コントロールが表示されます。最大30秒の音声メッセージを作成できます。赤色の録音ボタンを選択し音声メッセージの録音を開始します。録音完了後、録音を停止してください。送信する前に録音を確認できます。このビデオでは位置情報も追加します。短いテキストメッセージを追加することもできます。確認完了後、送信ボタンを選択します。音声メッセージの長さや衛星受信状況によってメッセージ送信には数分かかる場合があります。次に画像を送信する方法を紹介します。カメラアイコンを選択して対応のスマートフォンで直接写真を撮ったり、写真を選択してアルバムから写真を選択できます。このビデオでは写真にメッセージも追加します。送信アイコンを選択します。以上です。ご視聴ありがとうございました。詳細はガーミンサポートセンターホームページをご参照ください。